や、この家めっちゃ妄想膨らんだ。いいね。そういうの好きです。そういうの好きです。ください、もっと。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。じゃあ、早速、夢見の館へ。いらっしゃいませ。ラクゼーションサロン、夢見の館へようこそ、お越しくださいました。ということで、今回はね、今回は、明治ハイから大正ロマン、昭和レトロをコンセプトにした村、メランコリア村に行ってみたいと思います。いや、なんかめっちゃ楽しみなんやけど、全然その時代に、ね、自分は生まれてなかったけど、当然ながら。当然ながら。でもなんかあの雰囲気好きなのわかる？いい夢見せて。ね、なんか、昔っていう感じの雰囲気めっちゃ好きなんよね。はい、ということでメランコリア村に出発。はい、メランコリア村に到着。夢の世界へようこそ。あなたは今メランコリアという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都のメランコリアの世界をご堪能遊ばせ。そして早速この着替え、あ、2種類あるんかな。どっちが何、男の子と女の子かな。あ、ダンディーな帽子、なるほど。リボンウィッグ、私はこっちかな。リボンウィッグ、茶色いパンプス、よしよし。あれ、でも待って、服はなかった。これか、服はトレンチコートで統一ってことかな。多分そうだ。よし、着替えます。よしよし、じゃーん、こんな感じで合ってるかな。こんな感じで合ってるかな。いいね。あ、リボンウィッグいいな。なんか久々につけたけど、前まで結構ねちょいちょいリボンウィッグつけよってんけど、最近つけてないけんね。今私はちょっとふうこちゃんのリボンをつけてるから。お、はい、1軒目。はるときくん。壊れたら直せばいい。修理屋さんか何かかな。あ、いいね、いいね。めっちゃ和風な感じ。めっちゃ和風だし、ね、はるときくん自体も和風な格好をしてらっしゃる。はい、お邪魔します。お、かわいい。あ、なるほど。なんかこういう、この辺周りに置いとるものが、なんか修理しよるやつとかそういうことなんかな。あ、お菓子の家、お菓子の家。いいね。壊れたら直せばいい。でもなんかその考え方は若干危険な。ま、でもね。壊れて直るものなら直せばいいんやけど、なるべくやっぱり大事に大事に使っていきたいよね。物を作るのが好きなんかな。私こういう図面とか見ても絶対きっちり作れそうにない気がする。絶対無理。てかあれ、図面も自分で作るんよね。もうその時点であれやな、私的にはアウトやな。なんかこういうさ、物をいっぱい置いとるのになんか綺麗に見えるってすごいよね。私なら多分何も計算せずにボン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 って置いてしまって終わりな気がする。はい、それじゃあ2階の部屋へ。お、2階は自分用の部屋かな。いいね、いいね、まとめられてる。お、これはなんかちょっと、思い人に手紙を書いてるとかそういう。あ、もしかしたら修理以来の手紙かもしれんけど。修理以来の手紙が届いてるだけかもしれんけど、まあ、そこはちょっとロマンチックに捉えていくよ、私は。あ、いいね。なんかこういう並び方いいね。こういうのさ、結構なんかおじいちゃんおばあちゃんちとかに。ね、これぐらいの雰囲気ならまだあるところはあるんじゃないんかな。さすがに日本刀とかそういうの置いとるようなね、ちょっと由緒正しき家系みたいな感じではないけど。ね、そんなものは飾っていないけれど。
あ、いいね。おしゃれ。この雰囲気に紅茶いいね。なるほど。ほい、そして。あ、これあれなんや。なんかちょっと、クリスマスカラーっぽくなっとるんやね、家が。ちょ、風船で見えない。風船で見えない。緑と赤ってなったら、まあ、確かに、クリスマスって感じするよね。あ、あっち側にももう一軒あるのか。ちょわー。ここから行ける。よし、オッケー。行きます。風船を再び持って。どうも。津軽くん。君を忘れてみせるよ。え、どういうこと？忘れないで。忘れないでください。この格好は、どの時代だ？大正時代かな？大正時代っぽいね、この格好は。なるほど、お邪魔します。おー、びっくりした。ごめんね、家に帰ろうとしてるところお邪魔して。おー。あ、なんかいいね。なんかいいね。なるほど、ここは、飛行機の、なんていうんやろ、ドックっていうんかな。メンテナンスとかしよる感じ、作りよるところ、なんかちょっとすごいね、紅の豚が、ふわーって思い浮かんだけど。飛行機っていう部分しか合ってないかもしれんけど。いいなぁ、なんかこういう雰囲気を私は作り出せない。この飛行機もあれやっけ？あの、でっかい家具が買える、カタログで買えるやつやっけ？はい、ちょっと左の部屋へ行ってみましょう。お！おぉ！ちょ、民族チックな感じ。いいね、紅葉だ、紅葉。てか私結構さ、昔の雰囲気とか、なんかそういうのいろいろ作り出したいというか、そういう雰囲気好きなんやけどさ、何をどういう風に置いてったら昔っぽい雰囲気になるんかが全く、ね、自分でやっていきよって想像がつかんのよね。結局は、まあ、現代風、自分がよく見慣れた光景にしかできんっていう、そういう感じなんよね。ほい、そして、奥の部屋へ。あ、かわいい。あ、ここいいな。え、めっちゃいいな、ここ。綺麗。あれ何？あの台の上に乗ってるのは何だ？漬物？漬物をつけてるのか？ぽいかな。全然違ったら申し訳ないけど。え、これなんか、これさ、座ったら真横に蜂の巣あるけど大丈夫？まあ、中身はちょっと、あれかな？おらん感じかな？中身はいなくって、ちょ、鑑賞用に持って帰りましたみたいな。あ、なんかいろいろと、研究っぽいことをしてるのか。なんか分厚い辞典に、そう、なんていうんやっけこれ。顕微鏡。そう、顕微鏡や。もうね、言葉が出づらくなってきてるね。そう、実況者としては、あるまじき。あの妖精も研究対象ですか？何気にいるけど。え、なんか、え、すごいな。私さ、なんか基本的に部屋の中を作ろうとしたらさ、めっちゃスッカスカな感じになるんよね。こうやってなんか奥から物を置いて詰めていくっていうことがあんまできんくって。置いたら置いたで、なんかスカスカに見えるのに、なんか歩く場所が少ないみたいな。わけのわからん状態になるけん、なんかこういうのを見習いたい。ほい、そして、右側の部屋へ。そして、ああいう風にね、なんか椅子を乗り越えて、別の部屋に行ったりだとか、なんかそういう、こう、通路に物が被るっていう風な置き方も私全然せんけんさ、そういうところも、あれなんかなと。ね、ちょっとなんか、レパートリーが、
少ないというか、置き方の。ここでいろいろ調べ物を。なんかいろんなもの調べようやね。すごいね。なんか植物系もあったし。え、で何？飛行機とかもいろいろできるんやろ？で、こっちはなんか化石も置いてあるし。万能やん。やば。万能すぎるやん。そりゃ君のことを忘れてみせる。こんだけいろんなことやってたらね、忘れられるわ、私のこととか。どういう関係性かもちょっとわからんけど。あれかわいいね、あの植物。なんていう植物やろ。あの左側のやつ。まあ、右側は化石やけど。ほい、そして。そして、2階へ。お、2階も、あれやね、1階右側と同じような感じではあるけど、こっちの方が、ま、落ち着いて作業するところなんかな。座椅子や座椅子。熱くない？大丈夫？ああ、なんかもういろいろと、失敗作がいろいろとあるんかな、これは。研究論文みたいなの書きよんかな。賢そうだわ。自分で何かしらを研究して発見していくみたいなのってさ、なかなかできんよね。すごいよね。なんかすでにあることをまとめていくぐらいしかできんもん、私。だから論文とかは苦手だ。ほい、そして、地下へ。お、地下は、あ、寝室か。なるほど。寝室やし、なんかこの辺で、お客様とかも迎えれそうな感じするね。これ接待中みたいな感じじゃない？私部屋の中でお香とかも焚いてみたいって思うよりしさ、アロマキャンドルとかも持っとんやけどさ、使ってないっていうね。アロマキャンドルってなんか寝る間に火事になりそうじゃない？そんなことないんかな。まあ普通に使いよる人いっぱいおるやろうけど。ただ私は香水が好きだから香水置いてるだけでめっちゃ匂うんよね。そこにさらに足すとなると微妙かなと。なんかあれやね。こうなんか全体、家全体回ってみたけど、この、なんていうん、一階ロビーというか、この部屋を軸として、なんか周りの部屋めっちゃ、なんか似たような雰囲気というか、でもここだけなんか、雰囲気違うよね。ここだけなんかめっちゃ作業現場というか、あと全部なんか何かしら研究してそうな感じの部屋やったけど、面白いな。あ、どうも。お邪魔しました。あ、あと一個の、あと一個っていうか、あと二つ、まあ、家あるけど、もう一個あっち側にあるな。思ったよりもこっち側に、まとまってあるっぽい。はい、そして、じゃあ3軒目。お、3軒目なんか、時代がめっちゃ新しいような。住人さんは、家の中かな？周りには、おらんっぽいかな？後ろとか、見えんかった。後ろにもいない。ってことは中かな？よし、お邪魔します。あ、かわいい！え、めっちゃかわいい。あ、どうもどうも。お、髪型お揃い？私のこと忘れていいよ。あ、さっきんとこと繋がっとる。え、繋がっとるね。あ、なるほど。なに、もしかして、別れた彼女さんとかそういう感じですか？お嬢様なんやね。あ、ってことはなんかさっきの人は別にそんなにお金持ちっぽい雰囲気ではなくって、なんか、ね、普通に、商人っぽさが出とったけん。だから、格好的に。で、もしかしたら、こう、お金持ちのお嬢様と、まあ、ただ単に街で働きよる青年との、なんか恋愛みたいな。なんかその末、多分、親とかに別れさせられて、なんか私のこと忘れていいよ。君のこと忘れてみせるよ。みたいな。そういう感じになったってことか。うわ、なんか一気にロマンチック。
一人でテンション上がるやつ。これあれやろ、ジーヤ的なやつやろ。ちょ、人の声で邪魔してんじゃねえよ。引っ張る。なに、これでお嬢さんを迎えに行ったの？恥ずかしくない？恥ずかしくない？こんなのでお迎えに来られたくないよ。とりあえず、奥の部屋から行こう。おー、あ、この雰囲気めっちゃいい。え、超いいね。なるほど。これはあれかな？傘かな？綺麗。なるほど。置き方によってこういう感じに見えるのか。もみじの傘。かわいいんだけど。かわいいんだけど。マジでさ、みんなさ、どうやって配置考えてんだ？めっちゃいいぞ。超絶いいぞ。組み合わせ方も神だな。ほい、そして、なんかね、入り口めっちゃこんな洋風やのに、奥は調和風やった。はい、それじゃあ、右側に行こう。お、右側、ここお嬢様の部屋かな？かわいい。ピアノをたしなんでいらっしゃるの。あー、綺麗な音色。白いピアノいいよね。なんかすごい上品な感じがする。てか、ここなんかあれやね、部屋全体的に白い、白を基調とした。で、なんでこれ、なんでこれ、骸骨置いてるの？なんか意味があるんかな？もしや。私あれだよね、白って好きなんやけどさ、好きなんやけど、まあガサツな私のことを白はもうあっという間に汚してしまうから、まあ、黒のものが多くなるよね。まあ黒いものを買ったら買ったで、今度は白っぽく汚れたりとかするんやけど、何にしても無駄ってやつ。はい、そして右側じゃなかった、左側に、行きます。お、左側は、ここは、寝室。さっきの部屋はあれか。ベッドは置いてなかったんかな。なるほど。この部屋はなんかさっきの部屋と比べたらすごい落ち着いた雰囲気。あれ？もしかして病弱？これ薬やろ？あ、ほら、点滴が置いてあるし。あれか、お友達はぬいぐるみ的な感じの子？なんか悲しい。そんな子がせっかく、ね、家を抜け出して街へ行って恋をしたというのに引き離すの。それはそれであれだよ。病の進行を早くするよ、きっと。のびのびと恋愛ぐらいさせてあげて。っていう、もう私の中で妄想が繰り広げられているけど。ほい、そして2階へ。お、2階は、お風呂や、お風呂。なるほど。広々とした感じやね。いいやん。え、こういうところに本あって、湿気とかでダメにならない？カバーみたいなのにしとんかな。そういう時代なんかどうかわからんけど。おしゃれー。でも入り口から、あ、大丈夫か。植物が守ってくれてる。見えない。うん。大丈夫、大丈夫。なんかちょっと、アジアンチックな雰囲気やね。ここは。なんとなくこう、置いとるもの自体は、なんか、系統がどうとか、ピシッと揃っとるわけじゃないけど、全体で見たらなんか、あ、こうっぽい感じやな、みたいな、めっちゃわかるよね。ほい、そして地下へ。あ、え、地下めっちゃ豪華なんだけど。これはあれかな、なんか、お父様の書斎とかそういう感じですかね。あ、お父様は出張が多い人とかそういう感じ？だからなんか、親の代わりにジーヤが常に、お嬢様を見張ってるみたいな。あの子を頼んだぞ的なことをきっと言われているんだ。なんか至るところに羊いない？気のせいかな？好きなんかな？好きなんかな？そしてこういうなんかね、洋風なお金持ち風の感じなのに、般若のお面が飾ってあるっていう。なるほどね。あ、周りは障子なんや。いいね。なんか、和と洋の融合。
しかもすごいなんか綺麗に見えるっていう。すげえ。取り合わせが。ほい、それじゃあ。いや、この家めっちゃ妄想膨らんだ。そしてね、あの女の子の発言で、さっきの男の子との、まあ、物語が繋がったっていうのもあるけど、いいね。そういうの好きです。そういうの好きです。ください、もっと。はい、そして、最後の一件。最後の一件だけ、あれやね、なんか、動物街にあるんやね。動物たちと共に。あれ?どこだ?これか。通り過ぎてた。通り過ぎてた。ここの住人さんは、おー、いた、びっくりした。スズコちゃん、きっともう忘れません。え?きっともう忘れません。君も関係があるの?君も関係があるのかい?どういうことなんやろ?君のことは忘れてみせるって男の人が言ったやろ?で、もう一人女の子が、私のことは忘れていいよ。で、この子はきっともう忘れません。どうなんやろ?この女の子は、あの男の人のことが好きで、でもあの男の人は、なんか、お金持ちのお嬢様のことが好きで、っていう三角関係やと私は、想像した。想像したよ。で、なんか、二人ともこう、忘れていいよ。忘れるよ。みたいなことを言いよるけど、なんか、それでも私の入る隙間はないでしょう。きっと忘れることなんかないでしょう。的な感じ、やと私が、思った。思った。いや、ちょっと楽しい。ちょっと楽しいよ。いいよ、鈴子ちゃん。和風な感じやね。和風な感じで、これは、左右にお店があったりとかする。湯って書いとった?温泉?お風呂ですか?おー、お風呂屋さんや。いいね。いいね、いいね。風呂上がりの牛乳。いいっすねあ、こっちに、こっちにロッカーとか置いてあるんやね。ふんふんふん。そして、お風呂。いや、いいね。これはあれか。お水とかお湯とかは出んのやったっけ?この家具からは。こんな感じで。あ、なんか思ったけどさ、私、自分の村でさ、この、ま、銭湯とかでよく見かけるような、積み重なった椅子見たことないな。どこで入手するんやろ。なんか今まで結構普通に見よったけど、夢見とかで。あれかな?アミーボカードとかからかな?はい、そして、奥の部屋へ。お!奥は、ここはなんか縁側的な感じかな。え、なんか地面かわいい。これはもともとあるやつ?ケロッピ関係かな?なんかめっちゃかわいくない?これ。この飛び石っていうんかな?みたいなやつ。めっちゃかわいい。ん?何?貝か、びっくりした。骨かと思った、なんかの。はい、そして、右側の部屋へ。かき氷いいね。お、右側は、何?服?写真?写真館みたいな感じ?え、めっちゃいいやん。超いいやん。あ、なるほど。ここでなんか着物を仕立ててもらって、仕立ててもらうか、まあ、レンタルか。まあ、ここでレンタルして、で、これも被って、ここに座って、で、はい、パシャ、みたいな、そういう感じ?めっちゃいいね。あ、横にちゃんと照明もある。ふんふんふん。昔の写真ってあれやろ?なんかずっと同じ体勢で、なんか結構長い時間待っとかんといかんのよね。あの、有名な、坂本龍馬とかの写真も、なんかそんな感じで写したみたいな。土方さんとかね。大変そう、ずっと同じ体勢でおらんといかんって。どれぐらいなんやろ。ほい、そして2階は、これ何?なんて書いとんやろ。読めるんかな、これは。読めはしないのか。わからない。
わからないけど、何か書いてあるような気がするんよね。書いてるよね。読みたい。読みたい。あ、ここはカフェ？喫茶店みたいな感じやね。なるほど。いいね、オムライス。そっか、オムライスしばらく食べてないな。前もなんか言った気がするけど。いや、食べたいものがありすぎてね、なんかその時その時ちょっと困るんよね。ほい、そして。そして地下へ。お、地下は定食屋さん。いいね、おばちゃん。おばちゃん、私そこの海鮮丼が食べたいです。くっ、行かせてくれない。行かせてくれない。お、おでんもあるやん、あっちに。いいね。いろいろ揃ってるね。あ、おばちゃん、今ちょっと冷蔵庫から食材を出してるところなのね。なるほど。いいね、いいね。ちょっと新鮮な海鮮丼が食べたいです。あれ、なんかさ、男の子一人だけ、なんか壊れたら直せばいいとか言った子、あの子は関係ないんかな？それとも、物のことじゃなくって、人間関係のことかな？関係が壊れたんなら、それを修復すればいいんだよ的な、そういう感じ？なんかちょっと、思った以上にちょっと深かったかもしれない。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、いいわ。いや、昔ってやっぱりこう、報われん恋とか、いっぱいあったやろうし、そういう要素もね、良き。